同胞、サッカー日本代表さん、欧州5大リーグで輝きすぎてるけん。リーグアンの POTM を獲得した南野拓実、プレミアリーグのゴールオブザマンスを獲得した三笘薫、ラリーガの POTM を獲得した久保建英。日本どうしちゃったん、マジですごすぎて笑える。ないと思うけど伊藤をスパサブ起用すれば三笘滝久保の2列目ですげーのできる。本当にすごい時代になったなって実感する。今シーズン特に楽しすぎるやろ。好調維持できたらダブルハイベスト8普通にいけそう。3人揃って2桁得点期待してる。来季の CL は日本人もっと増えそうやな。日本人選手の活躍は嬉しいんだけど試合時間かぶりすぎてて端末足りない辛い。やっぱり日本の10番は滝なんだ。毎朝海外で活躍する日本人選手に怪我がありませんようにって祈ってる。